今はもう平面しか意識したやつしか作ってないですね。ああ、巻きつけるっていうのが。巻きつけるのはあんまりしてない。はい。でも全然お手の物な感じでやってはるように見えるんですけど。ああそうですか。なんかきっかけとかあったんですか。最初スケッチが好きで。ああ。の線からみたいな。ああ。なんかこう表現に。はいはいはい。へえ。もうこれ全部増田さんの独自流ですよね。そうですね。ねえ。20年前に趣味で始めて、その時はまだ人のほんまに人の筋を描いてて、一筋っていうので。ああ。この筋っていうのも踏んでるんで。あ、はいはい、ダブルミーニング。はい。趣味で10年やってたんやけど、はい、似たような表現する人多いと思ったから、友人がたまたま展示室、ギャラリーを持つっていうから、提案して、ほんまにやっぱりやってる人少ないみたいな。一本の筋っていう人あんまりいないかも。線画のいい人はやっぱり要素もいるから、はいはい、似顔の作家でも綺麗な線を描くある人いてるけど、はい、学校で勉強しました。あ、そうですか、うん、へ、まあ、勉強したって もう最終的にはやっぱりデザイン事務所で学んだんだけど、あ、やっぱり仕事で学ぶのが一番大きいですよ ね、うん、学校もあれですけど、そこから、うん、さらにやっぱフリーになってからまたスキルが上がって、あ、はい、え、じゃあもう一番初めはデザイン、そうそう、あ、でそっからパフォーマーになる、パフォーマーに、あー、へー、最初2年ぐらいデザイン事務所に勤めて、はい、卒業して新卒で就職して、はい、で2年だったら欲が出て、はい、東京行きたいになって、お、東京に行くはずが、はい、その年の前の年に、はい、維新派を見て、あ、衝撃受けてて、あ、そうなんですか、んで、まあ辞表を出してやめようと思って、お、辞めた時に、はい、維新派の新人募集を見て、あ、すごいタイミング、これやと、お、ここで学ぼうと、なるほど、デザインっていうか、こうクリエイティブがやりたかったから、はい、なんか学んでまたそれをデザインに生かしたら、あ、生かせれるだろう、はいはい、で、うん、なるほど、それで10年いてしまった。すごいですね。え、いてしまったってことも今は維新派、あ、もう今は大丈夫、あ、そうですか、で、あ、が一番クリエイティブの体感したって感じかな、うん、はい、この人数を動かすカリスマ的な人ってどんな人なんだろう、
新派って何人くらいいてはるんですか、所属してる。今大学行ったけど、僕が行ってた時めちゃくちゃ多かった。あ、そうですか。僕行ってた時のピークは48人。ああ、今は20人くらいになったんちゃうかな。あ、そんなに減ったんですか。うん、時代の流れだと思うんですけど。若い子は多いじゃない。ああ。とかの業界、特に男の子。あ、そうなんですか、うん、へえ。なんとなく維新派って男の人のイメージがそうそう、うん、あった。僕らの時めちゃくちゃ多かったねえ。あと、そんな知らなかったんですけど、うん、イメージ的に、うん、すいません